どうもこんにちは。過去にですね、紹介した製品なんですけれども、皆さんね、これ覚えてますかね。こんな感じのスキレットなんですけれども、取っ手が外せるというスキレットで、なおかつ、この蓋の部分もフライパン代わりになるというスキレットです。これがね、本当に使い勝手が良かったので、ご紹介する動画を過去に作りました。その次に、このね、赤い万能鍋、水なし万能鍋というやつなんですけれども、中身こんな感じになってまして、この深い鍋で調理もできますし、この浅い鍋でも調理ができるという鍋でもあり、こんな感じで蓋もできます。で、蓋もできますし、もちろんこっちにも蓋ができます。なんですけれども、こういう感じでオーブン風の調理もできるというこの万能鍋、これのね、ご紹介も過去にしました。こちらのスキレットと、あとこちらの万能鍋、両方ともですね、スケーター株式会社というところの商品です。このね、2つの商品をご紹介したところですね、なんとスケーター株式会社さんから直接ご連絡をいただきました。すごいね、 YouTube ってね、本当に。でね、ちょっとお話を伺ってたら、このスキレットがちょっと数は今言わないんですけども、えげつない数売れたみたいで、ありがとうございましたということでですね、ご連絡をいただきました。こちらこそありがとうございました。でですね、スケーター株式会社さんから、これもレビューしてみませんかということで、こちらの製品をいただきました。真空保温調理鍋デリカクックという製品なんですけれども、これね、一見炊飯器みたいに見えるんですけども、これ中を開けるとですね、こんな感じでもう一個鍋が入ってます。で、この鍋、こちらで加熱調理をしたものをこちらに移し替えて保温するということで、火にかける時間がすごく短くて済むという調理器具なんですけれども、こちらもですね、今回はレビューしていきたいなと思います。スケーター株式会社さん、ありがとうございました。はい、ということでですね、ご飯を炊いてみましたけれども、まずはね、こちらで、お米を加熱すると。で、ある程度加熱しましたら、こちら側に移して、そのまんまキャンプ場へゴーということで、このね、外側がね、熱くなりそうな気がするんですけども、意外とね、熱くならないんですよ、この外側。で、外側も熱くなりませんし、このね、中身がこぼれるということもなかったので、自宅である程度準備して、これを持っていけば、そのまんまキャンプ場ですぐにご飯が食べられるということですので、お子さんがいるご家庭にすごく便利な商品なんじゃないでしょうか。で、結構ですね、外でご飯を食べるとありがちなのが、水分量を間違っちゃったと、水分が多くてすごく柔らかいご飯になっちゃったとか、逆にですね、水分が少なすぎて、硬いご飯になっちゃったということがね、結構ありえるんですけれども、家で測ってこれを仕掛けてそのまんま出かけられるので、失敗がないです。失敗がないっていうのと、あとね、保温時間がすごく長いので、もう相当ね、時短ができるんじゃないかなと思います。でね、これね、蓋がこうパカパカ開くでしょ。パカパカ開くから、ここでバシャンってなりそうなんですけれども、で、これ実はですね、ここにオープンって書いてありまして、持ち手がこっち側の場合はオープン状態、持ち手がこちら側の場合は、クローズというふうになってまして、ここね、ロックされてて開くことがないです。こうするとパカッと開くけど、こっち側にするとロックがかかるということでですね、持ち運びにもすごく便利な作りになっています。
でこちらのですね真空保温調理鍋なんですけれども、真空保温と聞いてですねなんとなく分かる方もいるかなと思うんですけれども、実はねこちらね保温だけじゃなくて保冷もできますということでですね、こちらに氷を入れてどれぐらい氷が持つのかというのをね実験してみたいなと思います。ということでですね、現在スケーターの便利な調理器具、これが 1,2,3 と3つほど今手元にあります。こちらの商品、ご提供いただきまして、今回はね YouTube ならではのご縁をいただきまして、本当に感謝しております。商品の URL はですね概要欄の方に貼っておきますので、ぜひチェックしてみてください。それでは